おお。あ、入った。あ、待って斜めに入った、斜めに。いきました、この瞬間。うっ、めちゃくちゃ、待って、あのね。なに、これずっと食べてるやん。見てる、どうも、たかしです。えりかです。台南って言ったらやっぱ果物がすごい有名なん で、はい、でその中でも、うん、台南のパイナップルっていうのがめちゃくちゃ有名なの、うんうん、一番美味しい台南のパイナップルを、うん、今日は姉に食べてもらうためにやったー、後で畑に行ってその場で切って食べてもらおうと思います。で、まあ、その畑に行ってパイナップル食べる前に、まあ、もうちょっと台南のことを理解してもらおうと思いまして、うん、今我々こちらに来てるんですけれども、これがあることで台南の農業がすごい発展しました、うん、さあこれは何でしょうか。え、何っていうか、どう見ても湖かなと思うんですけれども、ね、これちなみにダムです。えダムってこんな大きいっけ。このダムはあの日本人の八田余一っていう人が建てたんだけど、知ってる？いや、ちょっと存じ上げないな。先にあの姉に八田余一さんを紹介しに行きたいと思います。今この後ろにいらっしゃる方が八田余一さんでございます。初めて見るでしょ。初めて見ました。実は台湾の方はご存じないかもしれないですけど、はい、意外と日本のね教科書とかであんまり紹介されてないよね。ないね、うん、だって初めてお名前聞いたもん。1910年、24歳の時に台湾にいらっしゃって、28歳から56歳までの間ダム作りに貢献をされた。このダムができたおかげでこの台南の水路が整備されて、まあ、農業が発展したってもので、この後あのこの方の記念館が出てるところにあるんで、おー、行きたい、めっちゃ見たい。ちょっとそこに行ってみましょう、うん、はい、続いてやってきたのがこちら。こちらあの八田余一さんのご自宅を再現したものなんですけど、多分その当時は結構な豪邸なんじゃないのこれ。おー、見てる、これすごい庭園とかも再現されてるってこと。お庭の池は台湾の形してるみたいよ。あ、そうなんだ。書斎だったのかな。天井高くない？やっぱり天井が高いってお金持ちの証拠よね。ちょっとなんなら住みたいよ。こっちはなんかこうお裁縫されたりとかね、奥様が使ってたお部屋なのかな、あれキッチンじゃないの。見たい。でもほんと昔はこんな寒いところでねお料理してたんだよね、きっとさ。でもあの姉さん台南なんで多分暑いと思いますよ。あ、そっかそっかそっか。突然ですけどサバヒーって聞いたことある？ダンスの名前とか。お、素晴らしい回答。何？全然違うけど。でサバヒーって暑い気候が好きで、うん、台湾の中部南部で育てられてる魚で、台湾の南部に来たらもう絶対これを食べるっていう、うん、あ、そうなんだ、はい、あの定番なんで、よければ食べてみてください。ちょっとなんか今ドキドキして。なんで？ちょっと勇気がいる。え、なんでなんで、ただの魚じゃん。いや、これあ、これはね、皮はね、魚皮食わないの普段。食べるけどさ、これ結構グロいよ。グロい？でもこれ鱗が入ってるスープとかなかなか見ないじゃん。あ、日本だと確かに少ないね。でもちょっと実は私もあの皮は初めて食べるんで。あ、すごい、結構もちもちしてる。もちもち、あ、まあ、でもコラーゲンが、え、美味しいよ、普通にめちゃくちゃ美味しい。思ってるほど臭みも全然ないし、食べてみるか。サバヒ食べた？食べた。どう？あ、普通に白身魚で、と行きます、うん、マジで？無理なら無理で仕方ないから。でこれがヘイドウスっていう醤油、うん、作ってる時に出てきた豆があるじゃん、それをのつけてるソースみたいな。わー、おいしい、これも大好き。でこれがゴーサオイーミエン。すごいね、またこの麺、うん、そう。でこれはもう一応台南の名産。初めてゴーサオイーミエン日本にないから。うん、揚げる必要ある。の皆さんすいません、あの結構やっぱストレートなんで姉貴の性格が。好みの問題だった。好みの。でも味、スープの味すごい好き。あ、そう、ほんと、うん、あ、そう、あっさりしてるもんね。じゃあね、これを引き続きね我々いただきたいと思います、はい、続いてやってきたのが水道博物館。先ほど八田余一さんが作ったダムがあったでしょ。で、あれの前に台南の皆さんが使ってた、まあ、水道の歴史がわかる、うんうん、ということで中に早速入りましょう。まずこの方、浜田さんという方なんですけども、うん、この方八田余一さんの先輩さんにあたるんですけど、まあ、この方がここを建設したということで、で聞くところによると当時 の、 あの方々はですね、水質検査やらをしに来たら、そのついでにさっきのこっちの入り口の方でゴルフ場だったらしくて、え、ゴルフをされてたと。なんか優雅ですな。そう、だからあの仕事をしながらゴルフもできる場所という。
いいな、私行きたい。じゃあ早速ね、この博物館の中に入ってみましょう、はい、この赤レンガの建物の中に入ってきました。ここにあるのはですね、当時のからあるあのろ過器、今もう使ってはいないけど、うん、使おうと思えばまだ使える、これはもうそのまま残ってるってこと？あ、そうだ、全部そうだから、この写真を見てもらったら分かるんだけど、上のこれ、あそこの上のなんか、はいはい、鉄柱とか、うん、あとこのろ過器とかも全部そのまま、うん、当時のまま、時代を超えても使える技術ってすごいね。あと貢献しようという気持ちがすごいよね。ちなみにここはあのインスタ映えスポットとしても有名だから、だからすごいお写真撮られてるよね。そうそうそう、だからあの姉さんもちょっとここで一枚撮りましょう。今日続いてやってきたのがこちら、シーカンなんですけど、シーカンでね、今このちょっとこう見て可愛らしいでしょ、水道管ですね。なんと自分が流れることができる、自分の顔の水ちゃんができるみたいで、それが流れるみたいなんで、めっちゃ可愛い。あー、すごい、流れてる。うちの家族5人分あるけど、あ、確かに家族全員でやったりしたらめっちゃ面白いじゃん。あ、でも綺麗になったよ、なんか、はい、あ、本当だ本当だ。あ、これで綺麗になった水だから外に出れるよっていうことだ。お疲れ様です。心の汚れも落としてもらってここでね。続いてやってきたこちら、デレン。この木なんともうですね100年ぐらいなんじゃない。1933年に日本人がここに植えた木になります、うん、これ何、松の木、松の木かな、琉球松って書いてある。琉球松って書いてあるじゃん。あ、琉球松だ。すごいエネルギー感じるんだけど、でもちゃんとああやってほら守ってくれてるから倒れないようにね。台湾のここの現地の方も大事なものと思ってくれてるわけでしょ。続いてやってきたのがグァンミャオ中のですね農協でございます。パイナップルの畑にやってきた。ここで姉貴にですね、現場で採れたてのパイナップルを食べてもらおうと思います。すごい贅沢なんですけど、今日はですね、はい、達人に来ていただいてます。はい、タンシェンさんです。ニーハオ。今天在麻烦你啦。所以首先我们要做什么呢？首先我们把籽拿出来。哇，这么小颗，很可爱耶！这已经可以吃吗？可以吃，可以。食べれるの？これ。这个在日本也有外销啊。今この台湾のパイナップルって水戸市が指定でこのグァンミャオのパイナップルを学校の給食で使うっていう。然后我们就顺着下面割掉，割掉，这样割掉，这样割掉，哇，就这样 OK， 对，这样就 OK。然后我们把这果饼，果饼嘛，削短一点，在日本买到就是这样，从下面 ，OK， 这里吗？割起来，挺简单的，吓一跳，这么简单哦，就结束，这么简单哦，对，这样变成过吗？これをこうやって殺すみたいな。殺すっていうのはどういう、はい、こうやってなんかこうやって皮を剥ぐことを殺すパイナップル、はい、はいはい、それを今から、あ、了解です。体験してもらうんですけど、姉貴にもこれをねつけてもらって、基本上我们就这样。あー、OK。手要小心哦。あ、そんな簡単にいけるんだ。これ何、食べれるのこれ？もちろん、そのままそのままそのままで食べれる。道端でも結構やってる人いる。うわ、見て、もうほら汁が贅沢。这个在日本吃不到，在日本吃到含水量比较低，但是它甜度比较高。这个在台湾它是含水量比较高，但是没办法外销到日本。結構力がいるんだよ。意外と。すごいね。結構硬いんだけど。本当に？いける？頑張って。いける？あって、あって、OK？ OK。オッケー。オッケー。入ればね。あ、入った。待て。斜めに入った、斜めに。すごい怖い、ちょっと待って、待て。気をつけて。手気をつけて。そうだね。あ、いいんじゃない？おお。美味しそう、美味しそう、いいよ。先進去、進去、進去要暖的。あ、どう？あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいよ。对对。切れてるよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うまいじゃん。いや、でもこれ料理って包丁のこの入れ方で味が変わっちゃうんですよ。そうなんだ。だからお猫、お父さんの方がすごい美味しそうじゃない、やっぱり。確かにこれよく日本で見る色してる気がする。这个在日本看不到的颜色。对对对，那个我已经看到。めっちゃ出てきた。よく薄いね。あ、本当。半分にそこで切るんだ。手要小心哦！哎，喂，这感觉。哦哦哦！哇！啊，大きかった。お父さんの食べたいんですけど、むしろ先。自分でやったやつをまずは食べてください。そうじゃん。
ただきました、この瞬間。めちゃくちゃ待って、あのね何日本で見るとか言うけど、うん、日本のあるのと全然違う。違うんだ。ちょっと早急に食べていただきたい。じゃあちょっと僕もいただきます。すごい甘い、あの日本で見るあのさ、このさ色のやつってもっと甘みないじゃない。すっごい甘いよね。ルーメンでこれ全部甜麻也会甜麻めっちゃうまい。あ、これ分かるわ。ほら、あのさ、さっきさ、水戸市の人がさ、うん、指定でこれを選ぶっていう理由が分かる。いや、本当にめちゃくちゃうまい。え、クイズ通関館、稲弁だな。はい。これ美味しそうなんですよ。すごいね。うわわ。いただきます。这个在没办法到日本。鸡皮疙瘩耶，真的太，完全不一样耶。完全違う、これ。これずっと食べてるやん。見てる、ずっと食べてる。本日送多久才可以吃的？要一年半。そんなにかかるんだ。1年半もかかって、一番大変なことって何なの？最困難就是等待钱进来啊。何何？1年半後じゃないとお金が入ってこない。シェシェ、ありがとうございます。感謝感謝。2日目も終了しました。はい、まあ、どうでした、盛りだくさんの2日目。昨日とは全然違いましたけど、やっぱ最後のパイナップルよ、贅沢だったね、あれは ね。 いや、 そうね。いや、あれは日本じゃ食べれなかったね。あとそのね、八田余一さんの歴史なんかもね、リレーで見れたんでね。なんか偉大な新しい日本人を知れてすごく嬉しかった。台湾とつながりがまたこんなに深くあるっていうのもね、勉強になってありがとうございます、はい、ありがとうございます。